春の選抜の抽選会。さあどこかな。これだ。まあ初戦は確実に勝てそうだぜ。春の選抜、オーダーを発表するよ。1番センター、ハート。2番セカンド、ペガサス。3番ショート、鈴木。4番キャッチャー、板橋。5番ライト、アース。6番サード、リズム。7番レフト、尾形。8番ファースト、新井。9番ピッチャー、村山。ベンチ入りのメンバー。2年生ピッチャー、山野。1年生ピッチャー、米田。1年生ピッチャー、大野。1年生キャッチャー、達川。1年生内野手、江藤。1年生内野手、野村。2年生外野手、ボエム。1年生外野手、前田。1年生外野手、金本。総合戦力は、B。全国大会3試合完封で1点も取られなかったエース村山。春の選抜でどこまで無失点記録が伸びるか楽しみだぜ。さあ村山はどこまで無失点でいけるかな。無失点を継続してもさすがに最終回は変える予定。他のピッチャーにも経験積ませないとだしな。全国大会は全部村山が投げちゃったからね。講師憧れの舞台でひたすら勝利を目指します。ご覧のスターティングオーダー。機動力のセンターへの打球。なあ、試合は相手の堅い守備に装着するが、8番新井がこじ開ける。新井いいぞー。あぶね。わろた。大村山の続いたー。この次援護はでかいな。村山は失点しそうなピンチもなんとかしのぐ。おけけ。村山は結局今日も無失点。これぞエースだぜ。8回には尾形のタイムリーが飛び出す。これは決まったな。これは荒いマジック。試合はそのまま最後に山野が締めて勝利。とりあえず初戦突破。もうちょっと点が欲しかったけど、まあいっか。1回戦を見事勝利しました。村山はランナー出しても落ち着いてたな。さあ今日も村山のピッチングには注目だな。小山の安定くらい安心して見ていられる投球だぜ。一塁側、滋賀代表、強豪、湖南。三塁側、広島代表、西の横綱、モズレー。スタンドは満員のお客さんで埋まっています。先発メンバーはご覧の通り、守備が非常に鍛え。試合は同点の3回、ハートチュアーンのタイムリーで先制。ハートちゃんのガッツ。モズレー、先制 !1 対 0! その後2点を追加しピンチの場面も村山は気迫の投球。セカンド、フォースアウト、セーフ。今日もゼロだー。村山お疲れさん。試合はそのまま最後に山野が締めて完封リレー。今日も無失点。モザベイカー高校最強投手陣やで。村山が投げてても完封できてそうだな。村山は結構打たれてはいるんだよな。全国大会よりは打たれてるな。アンペガサス。てかハートチュアーン流し打ちなかったのね。芸術的流し打ちしてたのになかったのか。さあ準々決勝だぜー。さすがにそろそろ村山も打たれるだろうな。大会準々決勝第1試合の模様をお届けいたします。
一塁側広島代表西の横綱モズレー、三塁側愛媛代表宇和島、すでに三塁側一塁側カラフルな応援団も陣取っています。ご覧の試合は3点リードの4回、ハートチュアーンのタイムリー、流し打ちがついてさらに綺麗になったで。続くペガサスにもタイムリーが飛び出す。これは今日も勝てそうだな。中継モズレーさらに1点追加5対0。6回のピンチの場面、鈴木掴んだ、ショートから2塁送球、ダメか、相変わらずゲッツーが取れないな。村山ツーアウトだ、踏ん張れ。さあ無失点継続なるかどうか。打ちました、引っ掛けた、1、2塁間のゴロ、ここもゼロだ。ピンチでも全然打たれないな。6回の表が終わって5対0です。ピンチの後にチャンスあり、その裏明豪役の板橋のタイムリー。板橋のリードもいいんやろな。村山は8回無失点で抑えたものの、今日はリリーフ陣が捕まる。一年コンビしっかり展開。中継今山の後はよろしく。三遊間の当たり、二塁送球、セカンドコーサーペガサスー、チームの無失点記録が上島、ようやく1点を返しました。ピッチャー返しアウト、初球から打ってった、ペガサス掴んだ、一塁へ送る。これはペガサスのところに打たせる怒りのリードですわ。エラーを帳消しにするための愛のあるリードだったってことにしておこう。点は取られたけど村山の無失点はまだ継続だぜ。今日は被安打も少なかったな。さあ準決勝だぜ。ここまで村山は無失点だからな。全国大会に続いて春の選抜も無失点で抑えれるかも。一塁側広島代表西の横綱モズレー、三塁側西東京代表名門オウム、さすがに準決勝だからな。知っていきました。先発メンバーは右の中島、1回の裏モズレー攻撃に入ります。戦力チェック、広島の安打製造機ハーブ、赤得多いな。塁に出れば一気にチャンスになるぞ。投手はそこまでないな。記録もヒット。お、いいぞいいぞ。さあ追加点のチャンスだぜ。でもリズムか。すいませんでした。まさかパワーのないリズムが楽天の逆方向に。これが初ホームランだな。リズムないバッチだぜ。チームメイトが迎えます。さらに6回には新井がセンターオーバーのタイムリー。新井の映像、中継モズレー1点入りました。危ねえ、いつもセカンド際どいな。試合はそのまま終わると思いきや、今日も一年コンビが水を差す展開に。大野と米田前回と全く一緒じゃねえか。後始末頼んだぞ山野。しました、ピッチャー返し、ペガサスボールを取る、二塁フォースアウト、一塁アウト、セーフ。しました、ピッチャー返し、ゲッツーコースター、セカンドフォースアウト、ゲッツーだー。ゲームセット、最後また打たれたが今日は無失点でしのいだな。やっぱり守護神山野は頼りになるぜ。進出、村山エグすぎ。マジでこれだけ失点しないのも珍しいな。さあここまで来たなら無失点で終わらせてやれ。今日は無失点なら完封させるか。もう大野と米田の水差しコンビの登板はないんで。西の横綱モズレー、三塁側香川代表名門小豆島、優勝旗を手にするのはどちらのチームになるでしょうか。
さあ決勝戦のプレイボールです。先生来た。モズレー同点のピンチです。ワンアウトランナー全力チェック。バッターは新3年生吉岡。マウンド上ピッチャーは山陽の変化球王村山。スタミナ低いな。リリースはまあまあかな。今日は村山に指示を出すぞ。全試合無失点がかかってるからな。嘘。あっけなく終わったんですが。今の取れそうだったけど無理だったか。村山操作にした結果がこれだよ。ごめんて。まあどうせいつかは途切れた記録だ。村山切り替えていけ。お、166キロ。オケケ。さあ試合は振り出しだぜ。1対1。モズレーこの回1点奪われ同点とされています。さあ勝ち越しのチャンス。さあチャンスでハートちゃん。ここは期待できるぞ。ダメか。これでスリーアウト。投手戦だな。勝ち越し点同点で迎える。一番からか。村山頑張れ。うろ気持ちいい。もう速球。オッケー。さあ次の1点がどっちに入るかだな。同点です。同点で迎えるな。またノーアウト1塁か。しかも4番か。来ました。タッチセーフ。よっしゃー。埋めるボーラン。その調子でガンガン行こうぜ。ここで板橋キャノン。このバッテリーたまらねえ。同点で迎える7回。ラッキーセブン。リズムまたラッキーパンチ頼むぞ。前面に出てきました。くそ。いい当たりだったけどな。これでワンアウト。ランナーは一塁変わります。下位打線はしんどいな。なんとか繋いでくれ。まあしゃあない。新井大きいの狙い。新井はまだホームラン打ってないのか。クソアロタ。まさかのデッドボールで出塁。でも村山か。次の一番のハートチュアンからに期待だな。お、足をせー。さすがに遅すぎだろ。まあカバーも早かったってことで。ランナー1塁残塁。7回までが終了しまして1対1です。同点で迎える。両投手譲らない展開。決勝にふさわしい試合だな。やべえ。今度はうちがピンチか。9番だけど当たってるな。ここがターニングポイントだな。踏ん張れ村山。三振。三球三振やで。あと一つ。まだ油断するな。二塁タッチセーフ。来ました。これはセカンド真正面。セカンドから一塁送球。オッケー。送球それた。アウト。
村山がここまで頑張ってんだ。一番からのこの回だぞ。ここは落ち着いてしのぎました。8回の表が終わって同点で迎える8エラーでの出塁だけか。でも女房役の板橋なら期待できる。勝ち越しホームランかもん。抜けたー。しっかり繋いだな。板橋いいバッティングを見せました。今日当たってるアース。アースは甲子園に来てめちゃくちゃ打率上げたな。覚醒したかな。これも抜けた。さすがに無理か。さあリズムだ。タイム。ジョマ。代打、立川。さあ立川美味しい場面だぞ。お前に託したぞ。さあ持ち前の癖ものぼりを発揮するのか。うそ、マジ？あなんてすごいんだ、タッカは。一振りで決めるとかかっこよすぎでしょ。初球をうまく捉えました。スタンドからの声援が力に変わったホームランです。さあ、ここは守備を変えてくるようです。いよいよ最終回を迎え。4点あれば逃げ切れるやろな。余裕はできたけど今日は村山だけで行くぞ。ここまで村山が踏ん張ったから生まれたグランドスラムだしな。村山あとは任せたぞ。2桁奪三振行こうぜ。オッケー、これで2桁奪三振だぜ。あと1人。モズレー全国の頂点まであと1人。ここでしっかり守備緩め。さあ村山あと一人頼んだぜ。モズレ初球を打ちました。打球はライトへ。取りました。優勝だ。優勝決めました。モズレ見事春の甲子園大会で頂点に立ちました。今日ついに全国の頂点までたどり着きました。本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。天下に響け我が力、勝利勝利完全勝利。 I love we love number one。 どれをとっても世界一、 Only one よりNumber one。 神をも恐れぬ心意気、モガベーカープ、モガベーカープ、ああ、モガベーカープゴーゴー。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。結局春の選抜は1失点だけだったな。マジでこの安定感はヤバいな。全国大会に続き春の選抜も優勝。マジでこの世代はめちゃくちゃ強いぜ。続く。